マッシュハド都市鉄道は、イランの都市マッシュハドにて運行中のメトロシステムである。マッシュハドメトロとも呼ばれる。マッシュハド都市鉄道会社により、4路線、総延長 77km のマッシュハド都市鉄道の建設が進められている。2011年2月21日に、22駅、19km からなる最初の路線が完成した。 マシュハド都市鉄道の駅表示板総延長 24km24 24駅からなる路線で2011年4月24日にライトメトロの路線として開通。ホームが低く低床車両による運行である。全体の半数の 9km11 駅が地下鉄となっている。2016年にはマシュハド国際空港までの支線が開通し12駅 14km の 路線が建設中である。支店のバキーラーバード駅では、通勤路線のマシュハド・ゴルバハル線に接続している。完成すると総延長1 4 5トル1 3駅からなる路線で、初の2017年に8トルの区間が部分開業した。ライトレール路線である1号線と違い本格的な地下鉄となっている。建設中。 中国駐車超新機動客車による車両が運行されている。1号線は70%低照車で 2M1T の3両、編成60本が輸出され、最高速度は時速 70km である。2号線は一般的な地下鉄車両で5両編成20本のうち3本のみ、超新で製造し、残りはテヘランの乗客とイランとの合弁会社で製作する。 ありがとうございます。